後ろは勉強机、違うよ。ここが勉強机。後ろは何もない。いつもと場所が違うって言われる。でもこの前もここでショールームしたよ。そう、なんでここでやってるかっていうと、別に見せれる背景だからっていうだけ。勉強してますか？勉強してない。でも今勉強してる動画を撮ってた。そう、勉強はしてないけど勉強してる動画撮った。そういえば、ナルピーちゃんもラジオやるんよね。そう、あの、なんたらラジオ。なんたらラジオ。で、まだ撮ってない？なんか、5日前に撮るみたいな。書いてたから、まだ撮ってない。そう、一人ラジオ。何話すか考えてないよ。何話してほしい。なんかさ、フリートークみたいなのあるんでしょ。知らん、本当にあるのか。最近何の料理作りましたか？何も作ってない。でもね、最近ね、なんか自分が作ってても食べたいなって思う料理があって、それがラスクなんだけど、でもラスクってさ、そんな簡単に作れんやん。だから作ってない。なんかお母さんが作ってるんだけど、同じ材料で同じ方法でやってもなんか違うみたいな。そういう技はできんからちょっと諦めた。みんな筋力落ちてそうだね。前よりは落ちたかもだけど、別に家で踊ってるからそんなね。ラスク難しそうだよね、からやらない。いや、お菓子を作る配信はやらんよ。だってさ、まずここ実家だからさ、キッチンとリビングって隣にあるじゃん。だからリビングにいる人に全員無言になってもらって、一人でそこで喋らなきゃいけないんだよ。無理じゃない？だからそれはやらん。
湿度とかによっても違うからね。何の話や。そう、キッチンがね、自分の部屋にあったらやるよ。白い服珍しいって言われるけどさ、これ何の服か知ってる？みんな、これだよ。ナルピーさんに会いたいね。だってありがとう。でも会えんよ。お散歩は夏はもうしないの？なんかね、外に出る用事があったらする。なんか買いたいとかあったらするけど、歩くためだけには外は出ん。日傘壊れたから日傘を注文した。学校行くときに欲しいから。学校にも日傘とか、そうやん。でもさ、刺さなかったらさ、黒いよ。だってさ、昔さ、あんなに黒かったのはさ、学校がさ、自転車でさ、毎日自転車で通ってたからだよ。中学校の時。別になんか、何？女子力がないとかじゃなくて、必然的にそうなる。そう、毎日自転車で行って、でそんなさ、体育のさ合間とかに日焼け止めをさ、めちゃめちゃ塗る時間もさないからさ、体育も普通に1時間外にさ日焼け止め塗らずに、そりゃ黒くなるよ。ココちゃんがナルピーに会いたがってますよ。ココちゃん、今の時期が一番紫外線強いからね。そうなんだ。メンバーとは連絡したりしてる？してるよ。ここちゃんと。ここちゃんと。ピンクのブラインド可愛い。私ね、そう、部屋ね、めっちゃピンクなんだよ。カーテンもピンクだし、こうベッドもピンクだし、壁紙もなんかピンクのお花みたいなやつ。めっちゃいつもと違うところからって言われる。もうここしかしません。
そう、電気もつくし。後ろの観覧車行きね。見える観覧車。ファンの人がくれたやつ。そう、電気つかない時はこの勉強机の電気をつけてあっちの壁で配信してた。それがね、一番部屋の中で明るい配信の仕方。けど電気がつくのでここで配信します。電波状況いいですね。いや、インスタライブだけなぜかさ、多分携帯が重いんだと思うんだけど。そうかね、私、あ、この話は前したか。じゃあいいや。髪の調子をどう？髪の調子って何？髪の調子とか特にないよ。今日も生えてる髪の毛。今日も大富豪やりますか？やれると思う。なんか毎日やってる最近。ずっと家にいるよ。めっちゃ触ってるからなんかあるんかなって。いや、暇だから触ってんだよ。部屋暑い？そんな暑くはないかな。EX 大衆買った？買ってない。外出てないから買ってない。買いに行かなきゃ。この後散歩行こうかな。でも日傘がないんだよな。今メンバーってあんまり大富豪やってないのかな。いや、1日に8人以上はやってるはず。8人以上は絶対やってる。もらえないの？わかんない。でも別に事務所行かないから、もらえるとしてももらえんよ。アーヤがいろんなメンバーと当たってるよね。私も結構当たってるよ。おーちゃんとの対談はまだ高2の時だったんだね。いや、高3だよ。4月のね、唯一の仕事だもん、それ。最近誰と当たった？最近はアーヤと、あ、違う、アーヤじゃないわ、えなちゃんと会った。
髪の毛伸びたね。でも髪の毛ってさ普通伸びるくない？伸びるけどさ、そんなさ急激に私伸びた覚えないよ。普通に元からこのぐらいじゃない？髪の毛はね伸びるものよ普通は。ときめきの一番上の称号って何？パラダイスじゃない？わかんない、ナルピーパラダイスだと思う。髪伸ばすの？いや別に伸ばしてないけど美容院行かないからそりゃ伸びるよね。でもこのぐらいがねいい。これよりもうちょっと短いぐらいがいい。いい感じの長さだと思う。ありがとう。なんかね3月ぐらいに一回メイクさんと会った時になんかどう思いますかって聞いたらちょっと切った方がいいと思うって言ったから、その時にちょっと切ったから、卒業公演が決まったらまたメイクさんに聞くわ。今日アイス食べた？食べてないよ。でも食べたいアイスがあって、あのあれなんだけど、セブンのなんかセブンのやつセブンのアイスなんか最近発売されたやつなんだけど、卒業公演はバチバチに可愛くしてもらうわ。卒業撤回しませんかって、しません。卒業公演めっちゃ楽しみなんだよね。これずっと言ってるんだけどさ、本当に SK 入る前くらい楽しみだったから。みんなは悲しいかもしれないけど、私は卒業公演の日めっちゃ楽しい、楽しんでると思う。そう、 SK 入る前からね、今日公演何しようかなって。人前で泣くことある？人前で泣かん。てか涙出てこない。いや本当に卒業公演は楽しみや。だからね、一回しかないのが悲しい。卒業公演1回じゃ足りん。卒
が来るね、楽しみよ。そうでもさ、やっぱさ、こうやってさ自粛してるとさ、なんかいろんな映像見てるとさ、うわこの曲もやりたいみたいな、めっちゃなるんだよね。スキュー公演で披露できる曲数って決まってる？決まってるよ、3曲。花と散れやって、だって花と散れはね、やらんよ。でもあれやってみたい。そう、3曲ね、絞るの大変だけど、でもなんかさ、私はあれないよ、このメンバーでやりたいっていうのもあるし、このメンバーならこの曲をやりたいっていうのと、それはなんかオリジナル衣装で着れるやつがいいっていう3つの条件があってそうだから、この曲いいなって映像見て思うことあるけど、いやでもこれよりは決めたやつの方がいいなってやっぱりね思うよ、結論だからなんかね、そのセトリを決めてから一回劇場行ったから、舞台監督の人も含めてなんかどういう何のにするかみたいなのを決めたんだけど、何を言おうとしたか忘れちゃった。あ、そう、なんか衣装か曲か人か何を優先させたくて決めたセトリかみたいなのを聞かれて、全部ですって言ったよねちゃんと考えて決めた。メンバーのスケジュール調整もあるよね、それなでもね、本当に4月2日だったら呼びたい人一人出れなかったから、まあラッキーかもしれないそう、どれも譲れ、どれもどれ全部当てはまるのを考えて決めた。600回公演出るまで卒業禁止にしてください。でもそれはしたいんだよね私。いやしないけどさ、それはさすがにずうずうしいやん、もともとできる予定だったわけじゃないから言わないけど、それはしたいが22時に終わったら、まさなよりも公演時間長くなるかも。したらさ、私さ22時までしかさ仕事できんじゃん、無理じゃない。もうその瞬間でさ、私も何できんよ仕事、その後誰とも写真撮れんし動画も撮れんよしかも別にそんな時間超えるようなことしないし、
ビーチそんなないから。なんとか調整してほしいね。いやでももともと17回出れるわけじゃなかったから、それはさ嫌にやん。それは言わんや。もともと17回ある予定だったら言うけどね。スタートを早めたところでやることはないよ。3曲やってスピーチをちょっとして終わりよ。個人的な予定として早めに卒業しないといけない。そんなことはないよ。スピーチは短めなの。だってスピーチ別にさ、だって何、簡潔に話したいじゃん。なんかさ長々と話してたら何言ってるか分かんなくなっちゃう。1分じゃないよ。ちゃんと生誕よりは話すけど、簡潔に話したいん私は。なんか内容の詰まった長時間ならいいんだけど、言うことは決めてたけど、分かんない、延期になったから なんか話すことは変わるやん、そりゃ。そう、言いたいことをね、簡潔に言った方がいいよ。そんな長時間話されてもさ、終わった後にさ、ナルピに何話してたかって聞かれてさ、全部答えれないじゃん。それやったら簡潔にさ、何一番何記憶に残ってほしいこと言った方がよくない？充電器取ってくるわ。ちょっとスピーチは、ね、短い方がいいんだよ。スピーチは短い方がいい。でも長く話せる人すごいなとは思う。内容あるのにさ長い話する人、須田さんとかすごいなと思うけど、私はそれは無理。そう、私はね簡潔に言いたいのよ。わかる、なんかさみたいななるのが嫌なんよ。
オイラもこの間短いスピーチでも褒められた。おお。過去の卒業生のスピーチで良かったのは、なんだろう。スピーチか、あんま覚えてない。あんま覚えてないスピーチは。でも卒業公演で好きなのはすみれさん。すみれさんの卒業公演がね一番好き。ナルピーちゃんが歌うチェインオブラブがみたいな。そうで卒業公演でやろうか迷ったんだよね。でもねやめた。そうやめた。いや私いろんな曲でね迷ってんだよ、ね、いやでもさっきも言ったんだけど、そう衣装とメンバーと曲で一番当てはまる3曲を選んだの。やりたい曲めっちゃある。なんかさ、パジャマドライブがさ DMM でさ配信されてるじゃん。だからそれ見てさ、なんか初日やりたいなって思って。あれって SK の衣装じゃん。だからできるなと思って初日やりたいなと思って、でもずっと見てたら、あ、天使の尻尾かわいいなみたいな。いいなってなって、でその最後まで見て、白いシャツめっちゃ楽しそうやんみたいななってたけど、やっぱりあの一番しっくりくるのはもう決めたやつだから、変えてくださいとは言わん。変更って可能なの？今だったらできるんじゃない？まだ。3人ユニットはやりそうかな？どうだろう？大富豪やらないの？大富豪やるよ。毎日やってます。のちゃんみたいに特別な公演やる予定はないよ。あれは別にさ、まあ、のちゃんが言い出してくれたけどさ、あれじゃん、シャッフルのやつが終わるときにうちらでやりたいっていうだけだから、別にののちゃんだけのためじゃないよあれは。3曲決めるのにどれぐらい悩んだのかな。毎日悩んだってさ、どれぐらいだろう、わかんない、毎日悩んだ。でもそういうの考えるのめっちゃ好きだからね、楽しかった。大
誰かをスクランブルさせるサプライズってありますか？いや、したくない。それは自分の好きな声は誰もね、スクランブルしてほしくないフ何曲でもいいですよって言われたら何曲やる？分かんない。何曲って決めてくれないとそれに沿って選ぶから、何曲でもいいですよって言われたら永遠にやるサルピーは早着替えとか得意なの？いや、全然え、でも慣れてるやつは得意。青がの衣装は得意誰が着替えるの早い？誰だろう？ゆずきさんとか先輩が早い。遅いのは、遅いの分かんない。研究生じゃない。それ慣れの問題だから特に遅いとか思いつかんの。卒業生でナルピの卒業公演見に来てほしい人っている？いるよ。来る予定だった人がいるけど、卒業公演はなくなった卒業公演の時の着替えは練習しなきゃね。あ、でもなんかね、メンバーはこだわってなく、なんかこれ舞台監督の人が言ってたんだけど、なんかメンバーがこだわってなくても衣装さんがこう最後だからこだわってなんか直してくれて MC が長くなるみたいな言ってた。毎日ココナさんが嬉しそうに歌ってるの見てる？見てないよそんな毎日ココナのショールーム開いてることはない公演中に靴が脱げることありますか？ないね そんな人のショールーム見ないよでも昨日かわちゃんのねショールーム見た一瞬マリンちゃんとは毎日連絡取ってる？取ってるよ。1日1回以上 LINE しなきゃいけないルールが自分の中であるから、もう11時ぐらいになったらスタンプ送る。何も連絡しない日は劇場公演でリベンジしたいことはありますか？あるよ。リベンジ、わかんない、リベンジっていうのかな。
なぜマリン、マリンだけ？そう、マリンだけは毎日 LINE してる。そう、おーちゃんはなんか、おーちゃんにはね、なんかしょうもないこといっぱい送るんよ。なんかお腹すいたとか。そういうことを送るのはおーちゃんで、なんかマリンにはなんか何話したいことを送るんだけど、話したいことがないとそれ LINE しないじゃん。だからそういう時はスタンプを送る。ココナは分かんない、2日に1回はする。あ、アミも昨日 LINE した。アミは1週間に1回ぐらい LINE する。アミは1週間に1回ぐらいやね。ゆずもたまに LINE する。そのぐらいか。あとね、ゆうかたんにたまに元気かどうか確認する。あとエゴさん、エゴさんにもたまに元気かどうか確認してる。そのぐらい。パソコンでも LINE できるの知ってる？知ってるけどやったことない。なんかパソコンの使い方わかんなくて。小野さんの島には行ってる？行ってない。え、最近通信してない気がする。タイピング上達した？分かんない。え、でも前よりは前よりはだけど、そんな何、一般の人並みに早くはないよ。パソコンでインスタライブ見れるようになったみたい。え、パソコンでさ、インスタライブしたいんだけど、どうやってやるかさ分かんなくて、もう諦めた。エゴさん学生じゃないのが信じられない。エゴさんもうだいぶ学生終わってから経ってない？騒がしいな。パソコンで配信は OBS だねって書いてあるんだけど、それはさ、ショールームじゃん。ショールームじゃないの？わかんない。インスタライブのさ、もうそうなの？わかんない。なんかさ、よくわかんなくて、まあいいやと思ってタイピングしかしてないパソコンで。ナルピーは来年の今頃は知らん人間。わかりません。1年前の昨日エゴちゃんとコメダ行ってたね。そうなんだ。なんでレッスン場に行ったんだろう、あの時。そう、パソコンをね、で難しいことをするのはね、やめた。タイピングさできる人ってなんかさ、頭良さそうじゃない？ Mac じゃないよ。
時期ナルピーファンの間でクリームソーダが流行った。それな、でも私さそんなに一回しかさ飲んでないの、なんかみんなめっちゃ気に入って飲んでなかった。ね、私クリームソーダ好きとかさよく飲んでるとか一言も言ったことないんだけど、みんながさ気に入ってさ、なんかツイッターにめちゃ載せてるからどうしたんやろうと思ってた。そう、コメダのクリームソーダ、パソコンの壁紙って何してる？あれにしてる、動物の森のしずえの机みたいな。私が食べたり飲んだりするとどうしてもそうなるよね。でもそれ一回でいいじゃん。一回でいいじゃん。なに、みんなめっちゃ気に入ってたからさ、まあ、一部の人だけど。どうもり本題設定英語にすると面白いよ。それはさ難しくない？シロノワール食べたことない？なんかさ違うシロノワールみたいなやつだったら食べたことあるけど。わかる？なんかただのシロノワールじゃなくてさ、なんか期間限定みたいなやつしかない。ナルビーは英語の勉強するのしないよ。英語嫌い。そう、これねどうでもいい話なんだけどね、あのオーディションの最終審査の撮影の時にね、ほののおばあちゃんと私のお母さんがシロノワールを食べに出たっていうどうでもいい話。そう、私とほののは行ってないよ。私とほののじゃなくて、あのおばあちゃんと私のお母さんが二人で行ってたっていう話。最近メンバーつもり配信やらないね。飽きたんじゃない？ナルピーはポケモン好きですか？別に興味ない。興味ない。つもりって一日熱中してやるゲームじゃないのね。いやでも島をクリエイトしたいって思ったら一日中やる人もいるんじゃない。ナルピーの最近のマイブームは、タイピング。タイピング、なんか歌詞のタイピングみたいな無料のやつで、なんか支えのタイピングしてんだけど。めっちゃウケるよね、支えのタイピングしてんの。
名前のとこも片岡なるみてるの違う、あれよ、秋元さやかとかよ。その歌詞のやつをやってる。そういろんな曲あった。から最近はそれにハマってる。練習にはいいかも。そう、なんか楽しいやんね。だから最近やってるそれを。今白ノワール食べたい気持ち。いや別に、で食べたことないのに食べたいってならんくない？食べてみたいとはなるかもしれんけど、今食べたいとは思わんよ白ノワール。なるだけ歌詞に英語が入ってないものを選んで。そうめっちゃバレてるやん。私さ日付変更線のさやつもあってさ、あこれいいやんと思ったけど、あれ英語入ってたわ。おすすめの名古屋グルメある？わかんない、手羽先しか好きじゃない名古屋グルメ。泣きながら微笑んでタイピング練習してた。いいね。ナルピーは辛いもの平気？いや平気ではないけど、でも好き。好きではあるけど、そんな何蒙古タンメンを美味しく、なんかなんていうの、平常心で食べれるくらいではない。手羽先はどこまで食べますか？どこまでってどういうこと？平常心とは、だから蒙古タンメンを食べて美味しい幸せみたいなにはならんってこと。辛いけど美味しいとは思うけど、何幸せみたいな。わかる？あれわさびは無理、わさびとからしは無理。台湾ラーメンも食べれるけど幸せとはならない。美味しいとは思うけど、辛い美味しいみたいな。普通にさめっちゃ辛いもの好きな人ってさ、なんか美味しい幸せって感じじゃん。柚子胡椒は、柚子胡椒食べない、てか柚子そんな好きじゃない。ココイチは何からわかんない。ココイチさ久しく行ってないからわかんない。哲学の罰ゲームはわさびで歯磨きしてて、え、それ大丈夫だった？なんかさ、桃たんでしょ。
もさ自分でさ考えた罰ゲームだけでめっちゃかわいそうと思ってのカレールーは何から？え、あ、口じゃない、わかんない、全然辛くないよ。モモタンとフェッピがやりました。かわいそう、ココナはやらなくてよかったんだな。SK のラーメン部で出してたラーメン辛かったな。確かに、でもあれ美味しかったよ。中辛と甘口混ぜるといい感じになる。それいいね。それにしてほしいな、私の家も。ということで、まあいきなりですけど、終わりたいと思います。復習してね。そう、ランキングを読むのはやめたので、スクショタイムを設けました。ではみんなバイバイ。